皆さんどうもです、ポルスです。今回は珍しく企画動画をね、撮ろうと思って今動画を回してるんやけど、まあ企画といえばということで、ちょっと協力者としてキャプテン翔太さんにね、来ていただきました。よろしくお願いします。皆様どうもです。キャプテン翔太です。ID ゲームっていうフォートナイトで、勝負しようと思って、今回は呼ばせていただきました。ID ゲーム？名前はめっちゃシンプルなんですけど、うん、簡単に説明するとルールとしては、うんうん、ID の検索のヒット数が少ない人が勝ちっていうゲームですね。なるほど。この左のこのディスプレイネームでプレイヤー検索、この ID 検索でワードを入れてヒット数が少ない方が勝ちなんですね。そうそう、なるほど、面白 い、ね、ID の文字の個数は固有名詞で5文字以内、ワードが入ってる ID 全部出てきちゃうんですよ。なるほど。で、ちなみに0件ヒットは即負けということで、うわ、で、まあちょっと細かいルールの調整として、下ネタとか暴言系のやばい ID があった場合はその人を10人分の ID とする。まあアホはギリギリアウトとか、まあそんな感じですね。じゃあそういう審議もしましょう。もしもこれどっちなんだろうと思って、ちょっと審議しましょう。5本勝負でいきましょう。5本勝負。5回お互いに ID 言って、でその5回の中で一番1に近い ID を出した方が勝ちということで。じゃあ一回練習します、リハーサルで。どんなもん、練習しますか。OK、結構いるなーで、その肌感で分かるから。じゃあ俺からいきましょう。もういけるの、もういけるの。勝つ回収で。勝つ回収。じゃあ僕は勝つ回収は20人いるんだ。僕ベンジャミンとかにしようかな。100人。え、100人、めっちゃいるやん。負けた。ベンジャミン、俺の勝ちっすね。いやでもこれ翔太さん見てください、これ、うん、勝つ回収の股の下から座ったんです。あ、それは 10人分だ。10人分っすねこれ。まあ、こんな感じですね。勝つ回収の股の下からゲッツと、トイレの隣、なんでトイレ2つ重なってるのか分からんけど、おならとかもある。おならとかもあるから、これ1個ずつで10人分。1個ずつです。1個ずつ数えるね、これ。1、2、3、40人分の勝つ回収重なし、まあでもギリギリ勝ったっすけど。なんでこんな勝つ回収しもれておんやろ。ベンジャミンそんな多いのは思わなかった。100超えてるってことですもんね、多分。100がマックス以上なんで、多分そうですよ。ベンジャミンってどっから出てきたんですか。歴史上の人物、アメリカだったらベンジャミン・フランクリンで行こうかなと思って。ああ、なるほど。100ドル札の顔ですよ。あ、あれなんだ。いや、面白い。もうじゃあ、早速やっちゃう。なんだかんだ、5文字完結単語は強いと思ったんで、ドラえもんで。いや、やめときな、多いよ、絶対。いや、ドラえもんに付属する単語、思いつかなくないですか。ドラえもんはドラえもんだけな気するけどな。ドラえもんのなんちゃら。あ、分かった、行っちゃって。行きます。行っちゃって。100。めっちゃおるわ。めっちゃおるやん。めっちゃおるわ。めっちゃおるし。甘かったな、俺。甘い。ドラえもん多いよ、絶対に多い。マジっすか。国民的アニメだもん。じゃあ。サンダルとか。サンダル。サンダルとか。なるほど。名前につけたくはないと思うんだよね。確かに。さ、いや、サンダルだったら100は超えないでしょう。いきますよ。こっち。100。いるんだ。え。サンダル、ケツにはサンダル、意味わからんけど。下ネタではないってことじゃん。下ネタではないですかね。ケツを普通に言ってるだけ。微妙やな。微妙。審議する。審議する。いやもうでも100なんで。これちなみに負けたらなんですか。あー、負けたら今一応引き分けだからまだ聞ける。そうですね、まだ聞ける。あ、まあ俺の中の罰ゲームになっちゃうかもしれないですけど、うん、V バックス課金とか無難に言っときましょう。 OK。 実は2年間ぐらい課金したことないです。マジっす。スキンも2年間ぐらい買ったことないです。勝たなきゃね。じゃあサンダル系が出てきたんで、モノで、お、自転車で。自転車。
これもう付属語ないと思うんで、やっぱ付属しないのが一番大事と思うんで、うん、もうめっちゃついてたけど、あんな感じで多分いないと思うんですよね。ということで98。いやーでも100じゃないのでかいかもしれん。これここで下ネタがあったらもう自動100。まあ分かんないのはあるけど98かな。うん、98。アメリカの州とかカンザス州、下ネタも刺さんないと思うんだよね。まあそうですね、地名で下ネタとかは結びつかないですよね。押しちゃうよ、ドン。頼む。に強っ。カンザスシティ、カンザス。いやボコボコや。にはでかい。ボコボコカンザス強いな。これ2はもう1しかないですからね。もう2に勝てんのは1しかないよね。じゃあ狙っちゃって。お2かもう単発しかないってことですね。2か単発しかない。カンザスはめちゃめちゃいいヒントのはずやから。いや、やめとけ。山口県で多いよ絶対。ほんますか。山口県っすよ。山口県は多いよ絶対。多い絶対多い。山口県民みんな誇張します。むしろ隠したいって思う人の方が。それひどくない。何万人いると思ってんや山口県。その中でフォートナイトやってるキッズ何人いると思って。でも山口県って書かないですよ普通。どうだろうね。やっちゃう。いやまあ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 残念。まだあと俺3回あるんで。オッケーオッケーオッケー。キャプテンも3回あるんですけど、俺1を狙う。まあ、1回ちょっと要請にします。そうですね。うん、27。でも27か。あでも思ったより少ない。じゃあ今のところ最高記録は2だ僕の。2っすね。1狙いに行くかじゃ。いや何が。じゃあ食べ物で。食べ物。なるほど。あんまりみんなが食べない馬刺し。馬刺し。馬刺しは確かに。子供はつけないですね。子供は大人だったら好きかもしれない。大人だったら好きかもしれない。馬刺し。ゼロにはならなさそうな気するな。でもそうなんだよ。ゼロにはならなさそう。うん、ゼロにはならなさそうですね。オッケー、じゃあ馬刺しでいくわ。いくよ。オッケー、オッケーです。ポチ。80人いる。おお、馬刺し好き。惨殺は結構危ないけどな。惨殺は暴言なの。まあ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 。状況だよ。状況、状況、状況だから。状況だからな。因果関係も意味わかんないですけど、馬刺しの惨殺ってどういうどういう馬刺しなんか気になるけど。じゃあ俺これで。おお。意外と一人はいると思うけど。複数はいないと思いたい。いそう、でもいそう、いそう。サクッと。50。まあ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 、50は50やけど。あれ下ネタ。下ネタある。めっちゃ下ネタある。下ネタ。バキはいいとして、もうバンだよなこれ。これバンだな。バン、はい。よく ID にできたね。滑り台は確かに遊具で、しかも5文字って強い気するな。じゃあいっちゃうよ。オッケーっす。これでまた一桁出されたら8。おお、センスありすぎる。強すぎる。これは俺にかかってますね。もう俺もうリーチですからね。これでもう決まるんで。上海どうすかね。うん、どうすかね。ひらがななんで、わざわざひらがなで。でもゼロの可能性もあるからね。そしたら確かに。いやこれでゼロやったら俺もう立ち直れへんけどな。いや、いきます。その変換理論でいきます。もう OK 誓って。16いるんだ。じゃあ最後僕もう勝ちだけど、ワンチャンゼロの可能性があるからね。いやまあそんな攻めなくていいですけどね。攻めるんですか。攻め1位を狙うよ、うん、伝説の。まあでもマジ今んとこ見たことないからな。やっぱ地名強いから。いや分かった、3待てよ。
サンマテオがどこか分かんないですけどね。カリフォルニアにあるんだよ。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ郡にある。はい、はい、日本人知らなくないですか。いやでもね、日本人住んでるんだよ、はい、日本人住んでるから。サンマテオ済みの何々がいるみたいな。そう、生きてるはず、カッコつけて。あ、なるほど、なるほど。俺はサンマテオから来てんだってカッコつけてるはず。その一人を俺は狙う。さあ出てこい。13,500 やっちゃうか。13,500お願いします。購入しました、はい、ありがとうございます。増えてる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 。買っちゃった買わせちゃった。まあよかったらね、リスナーさんをね、一文字一個検索の履歴をね見つけてくれたら、ぜひコメントしてくれたらと思うんで、キャプテンの動画もねよかったら見てください。ということで、初めての企画動画ありがとうございました。面白かった。皆さんまたね、バイバイ。